新年初のドライヤー配信。そっか。すいません、私はちょっと夢中につき、新年のご挨拶は控えさせていただきますが、今年もよろしくお願いいたします。ちょっと待ってね。どうしようかね、これね。あのね、何にかけてるか、これテピカゼルじゃ支えられないみたい。テピカゼルじゃ支えられないみたいです。あ、ちょっと待ってね。マミーが今日ママに LINE した。初夢私だったの、すごい。お雑煮食べましたよ。お雑煮って美味しいね。あ、くじ引きだ。今日初めてのくじ引きって言おうと思ったのに、今日って言ったら今日って言った。待って、新年一発目の配信なのに。ごめんって。やだな、ご機嫌にかかるの怖くておみくじなんや。昨日で28歳になりました、おめでとう。
微妙な反応やめて。大晦日公演見に行きました。例の歌い出し最高でした。コーヒーより紅茶が好きなこと。今日もまたみたいな歌い出し恥ずかしい。VR で改めてもみんな綺麗にこけてきた。ちなみに私は紅茶よりコーヒーが好きですとは。なんで一日のくせ、あ、もぎさんがやってくれたなってやつ。確かにやってくれたなって言われた。そうですね、新年初ショールームだけど年越し配信はしたので、あれは元旦分の配信になるっぽいです。なんでだ？今日って1月2日ですよね。どういうことだ？いや、なってない。なんか毎日チケットの消費履歴が12月31日と1月2日ってなってるんですけど、なんでだ？12月31日も配信したよね。配信してないことになってるの？あれは。いや、したよね。あ？なんでだ？聞いてみよう。12月2日？じゃなくて1月2日ってなんだ？ね、時空歪んだ？あ、今日の20時に今年1時の漢字みたいな出ます。あ、12月30はしてない。あれ、私そっか配信してないんだっけ。あれ、なんか1日進んでる。あ、じゃあ元旦配信してないことになってる。1日は配信した扱いになってないのか。マジやばい。あと毎日チケット2枚しかない。リアルにあと卒業まで1ヶ月と1週間。まあ2枚あれば足りるか。足りる？リアルにどう？足りるか。そうなんだ。3時か4時に更新。私昨日すっかり元旦を配信してるみたいな扱いになると思ってたわ。なるほどね。ちょっと怖いな。体調確かに
熱とか出ちゃったらやばいね。あと2枚、いい、でもいいですね、こんぐらいがいいよね、楽しいよね楽しいよねこんぐらいギリギリな方が楽しいでしょ。バースデーイベントペンライト持ってきてください。卒業前に途切れたら途切れた、ある意味はできる、確かに。交通費まだこれから。え、バースデーイベント外れた、絶対嘘。通常チケットは絶対あったはずいや絶対ありました、通常チケットは 500%。プレミアムだよね。え、通常で申し込みし直してないの？統計もあるんじゃないかな。え？メール来ない？なんで？アドレス登録してない人来ない。サイト見に行ってみてください。じゃあ、明後日から誕生日仕様になる。え、待って、誕生日まであと1週間切ってるわ。え、嘘だ。29歳じゃないよ、28歳だよ。7日公演出ます、誕生日前日。もう7日の予定は、お、激しい、パパの携帯。7日の予定は決まってます。公演して家に帰ってカウントダウン配信をやって誕生日を迎えるっていう。マナちゃんにも新年の挨拶したい？マナね、寝てるよ。
うん、起こしたら絶対怒られます。映しますか、ちょっと待ってね。寝てるよーんって、まーちゃん丸まってます。寒いの？ほなことよろうって。はい、ことよろうは、おててどこちょうだい。あ、怒ってる。もうな、ちょうだいおてて。はい、こてやろう。触んなって感じですね。触んなって感じの態度です。怒ってる。怒ってる、怒ってる。わい寝とんねんってね、邪魔すんなよ。好きだよ、もうな。はぁ、あ、怒ってる怒ってる。おじ寝んの早くない？まだ8時やで。おじはさぁ、あ、なんかすっごい画面汚くなっちゃった。おじ一日何時間ぐらい寝るの？結構寝てるよね、おじ。あいもそういう生活になりたい。それな、みんなそうだよね。みんなそう。不労所得、確かに不労所得、不労所得がいっちゃいいみたいなとこあるよね、やっぱ。YouTube 更新された。やったー、更新します。年末スペシャルが年始スペシャルになっちゃった。
はい。パパのスマホ爆音なのよ本当に。更新しました。今年というか去年の感じ。それな、じゃあ本当は30、31で前編後編出したかったんですけど、